本日は小山慶吾氏の観察日記をお送りいたします。最近はショート動画で視聴者も増えてきましたので、この小山慶吾という人物がどういった人間なのかを簡単に説明いたします。若かりし頃は渋谷のチーマー、宇田川警備隊に属し、その6代目リーダーを務めております。チーマーはバブル時代から崩壊後の少し後まで続いた若者の文化といえます。 昔にドラマでやっていた池袋ウェストゲートパークなどに出てくる集団みたいな感じですもともとはファッションなどで文化を牽引し後々舞踏派へとなってきております宇田川警備隊は老舗のチームで2代目の茶イさんはファッションリーダーとして原宿ラフォーレの看板を務めたほどファッションの最先端だったといえます小山氏の代は舞踏派チーム真っただ中の時代で 後に関東連合と大きく関わる人物や本職となってテレビを賑わすほどの事件を起こす人物もおた群雄割拠の時代でもあったのです。そんな激動を生き抜いた小山氏は大人となりフィクサーとも言われているちょうどウィン大閣さんの運転手をテレビを賑わした井上さんと一緒にやったり機関校として働いたりタクシーの運転手をしたり右往曲折ありながら ーュデビューをしたんです当時のレジェンドの登場に一躍人気となるも、正確に何があるのか、幻なのかは不明ですが、相手から悪いテレパシーが送られてくる、夢で襲われたなどと言って、周囲の仲間を切り捨て、YouTube 規約を無視した配信からチャンネル版を喰らい、結果、没落。ここからがすごいんですが、家の家賃滞納から強制退去させられ、 今は定住場所がなない状況なんです YouTube の収益と視聴者からの寒波によってホテルを転々としながら過ごしている人なんですがホテル暮らしできるなら家賃払っとけってはなしなんですが本当に普通じゃない人なので金があれば即使い込みなので払う前に使ってやれって感じなのかもしれませんそんな令和の風天の寅さんこと小山氏はあまりにも周囲の文句を言い 迷惑をかけたことから、47歳になって、宇田川警備隊を永久追放されるという、なんだこれミステリー状態なわけなんです。そんな小山氏の観察日記を YouTube として行っている感じなんです。別に、馬鹿にしているわけでもなく、純粋に面白いなって見ています。だって、普通じゃない行動をとるんですから。普通なら、屋根付きホームレスなら働きますよね。 こんな生活、続けられないじゃないですか。住所がないわけなんで。でも、カタなに働かない。普通じゃないんです。逆に、すごいよねって感じなんです。では、最近の状況としては、唯一の収益源である、YouTube ライブを、ほぼしていません。生体で体を整えてもらっている姿だけを映しています。会話は全くなく、揉んでいる姿のみ、シュール、大体。 こういう風にライブを行わないときは遊んでいるか他に何かを企んでいるときなんです。ただ今回はそれ以外のことも考えられるんです。それはホテルで配信をするとホテルに苦情が入りいい加減配信ができなくなった可能性もあるし外でライブ配信をしていて突撃されたことから警戒しているのかもしれません。ただそのように配信をあまりしていないと 収益も減っちゃうので、どうするんでしょうかね。どちらにしても、嵐の前の静けさに思えます。では、チャンネル登録をお願いいたします。